アラフィフおじさま、こんにちは。多摩地域密着、あの街って天国です。今回は、日野市にあります、中央線、豊田駅にやってきました。便利なショッピングモールや、人気の観光スポット、駅前再開発が進む南口の姿などをお届け。最後には、視聴者さんおすすめ、美食四天王4店舗をご紹介しますので、お楽しみに。では行ってみましょう。まずは駅から、徒歩3分。日野市民の生活を支える、商業施設。イオンモール、玉平の森。Google の口コミ数が3500件を超える、人気ショッピングモール。スーパーのイオンスタイルはもちろん、無印良品、野島、GU、未来屋書店、ニトリデコホーム、ダイソーなど、便利なお店が、数多く入っています。飲食店も充実しており、スターバックス、サンマルクカフェ、ケンタッキー、ミスタードーナツ、丸亀製麺など、お年寄りはもちろん、子連れにも嬉しいラインナップとなっています。中でも人気なのは、前回も紹介したこちらのお店。アナス動作、ビリヤニ。南インド、パキスタン料理のお店。本格的なビリヤニやカレーはもちろん、パキスタンのソウルフード、ラムニハリや、カラヒなど、珍しい料理も取り揃えています。遠方から来る人もいるようで、Google の口コミ数が450件を超える、人気店です。お次は同じく、フードコートに構える、こちらのお店。味噌盛りヌードル、ミヤミヤ。聖蹟桜ヶ丘で有名な、ラーメン屋さん。看板商品の味噌ラーメンは、超濃厚な、ドロドロスープ。ただ、この店舗の一番人気は、八王子ラーメン。お値段も、650円と、お手頃価格となっています。昨年オープンしたばかりなので、まだ行かれたことのない方は、ぜひ。続いては、イオンモールのすぐ近く。日野市を代表する、こちらのお店。紀ノ国屋、本店。1961年創業の、老舗の和菓子屋さん。看板商品は、皆さんご存知、黄金パイ。地元民は、子供の頃から食べ飽き、慣れ親しんだ、昔ながらの銘菓となっています。最近では、姉妹都市、岩手県紫波町とのコラボ饅頭、満腹なども販売。紫波町のもち米と、日野のさつまいもを使用しているので、差し入れなどに、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。紀ノ国屋と同じ通り沿いには、人気の飲食店がいくつもあります。まず紹介するのは、前回も紹介した、こちらのお店。毘沙門店。Google の口コミ数が、230件を超える、ラーメン屋さん。看板商品は、鶏そば。あっさりとしたスープに、柔らかい鶏チャーシューが特徴の一品となっています。他にも、つけ麺や油そばなど、人気メニューが豊富。こりゃあ、ラーメン好きには外せない、お店ですね。毘沙門店さんのさらに奥には、なんとも味のある雰囲気のお店があります。それがこちら。ベアトリーチェ。40年以上地元で愛されている、老舗喫茶。コーヒーやケーキをはじめ、トーストやピラフなどの食事メニューも用意。スパイスや具材にこだわったカレーは4種類も取り揃えています。店内はアンティーク調のレトロな雰囲気。音楽ライブが開催されることもあるそうなので、興味のある方はホームページをぜひご確認ください。街を散策していたところ、なんとも変わった雰囲気の自動販売機がありました。こちら、すぐ近くにある、カフェ、クリスピーさんが手掛ける、冷凍自動販売機。その名も、ドヒエモーン。この名前で水色の外装は完全に合うと、こちら、お店の食事メニューが買えちゃう、自動販売機。調理不要、電子レンジで温めるだけなので、とても簡単。ハンバーグや、照り焼きチキン、パスタなんかを取り揃えています。驚くことに、ガトーショコラや、シフォンケーキなんかのデザートも購入可能。夜遅い時間でも手軽に購入できるので、仕事終わりに寄ってみてはいかがでしょうか。お次は、豊田にある、自然を見てみましょう。駅から徒歩8分。
Google の口コミ数が250件を超える人気スポット。黒川清流公園。全長600メートルもある巨大公園。綺麗な湧き水があることで有名で、ザリガニや、コイ、カモ、カワセミなど、いろんな動物を見ることができます。公園内には、クヌギの木もあるので、夏には子供たちが、カブトムシを取ったりするんだとか。こんな素敵な公園があるだなんて、子育てにぴったりの街ですね。ところで、豊田のレベルって、どのくらいでしたっけ？昨年、某サイトで調べたときは、かなり高い価格が出ちゃったので、今度は別のサイトで調べてみましょう。そういえば先日、スーモさんが、中央線の、家賃相場が安い駅ランキングを発表していましたね。なんでも、高尾から東京駅までの、全32駅を、安い順にランク付けしたんだとか。ほほう。豊田駅はもちろん、隣の日野駅が何位かも、気になりますね。では早速見てみましょう。どれどれ。なるほど。西国分寺とほぼ同じとは、なかなかいいラインですね。立川に近い日野駅より、賃料が高いというのは、イオンや、駅前のお店など、ショッピングが充実しているからでしょうか。南口は再開発が進んでいますし、今後がより楽しみですね。黒川清流公園を散策していたら、近くに、なんとも魅力的なお店がありました。それがこちら。石窯パン工房、アイグラン。30年以上の歴史を誇る、老舗パン屋さん。看板商品は、ゴロッと牛肉カレーパン。カレーパングランプリ2021で、金賞を受賞した、自慢の一品となっています。さらに、日野さんのトマトを使用したチーズパンは、圏央道の宝物グランプリで、グランプリを受賞。Google の口コミ数は550件を超える、地元で一番人気のパン屋さんです。お次は、視聴者さんのおすすめ店を見てみましょう。こちら、駅から徒歩5分のところに構える、居酒屋さん。わら、時々豚。Google の口コミ数が、100件超えの人気店。視聴者さん一押しメニューは、カツオの塩たたき。わらで焼き上げて、塩たたきでいただく、高知の郷土料理となっています。他にも、和牛炙り寿司や、豚巻き野菜串など、美味しいメニューが豊富。のんべいのお父さんには外せない、お店です。お次は、わら、時々豚さんのすぐ近く。雑居ビルの2階に構える、こちらのお店。フレスコ。地元では有名な、イタリアンレストラン。名物のエビピラフをはじめ、オムライスやペペロンチーノなど、お手頃価格で、ランチをいただくことができます。ランチセットでは、コーヒーにサラダ、スープがセットで、ボリュームも満点。店内は、喫茶店のような落ち着いた雰囲気なので、ゆっくりしたい時にぴったりのお店です。お次は、駅前大通り沿いから。古いマンションの2階にある、こちらのお店。人生、再生酒場。こちらも、視聴者さんおすすめの居酒屋さん。七輪で焼く、焼肉をはじめ、揚げ物、お刺身、珍味など、メニューが豊富。お値段も安く、口コミを見ると、このエリアで一番リーズナブルとの声もありました。テレビ付きの完全個室から、座敷個室も用意。少人数はもちろん、大勢で飲み会をやるときにも、ぴったりのお店ですね。お次は、駅前を見てみましょう。一年前と比べて、駅前ロータリーは、あまり変わっていませんね。確か、本屋さんがあった気が。閉店しとるー。こちら、以前、京文堂書店があった場所。今時、駅前に珍しいと思っていたら、まさかの閉店。ネットで買える時代とはいえ、地元民は不便してそうですね。そういえば、ロータリー沿いに、銀行が撤退した場所がありましたね。場所も良かったので、何かテナントが入ったのでしょうか。おーおー、松清が入っとるー。しかもなんかスタイリッシュ。こっちは便利になりましたね。まあ、駅前ですし、テナントなんてすぐに入る。次行ってみましょう。北口を出て、右へ進むと、魅力的な飲食店が並ぶ、通りがあります。
中でも注目は、Google の口コミ数が120件を超える、こちらのお店。大王亭。昭和36年創業の町中華。看板メニューの大王餃子は、お肉の旨味と、もちもちとした厚皮の食感が特徴。60年以上愛される、自慢の一品となっています。ラーメンは種類が豊富で、つけ麺に、味噌ラーメン、タンメンなど、実に20種類以上。定食類も、美味しいと評判のお店です。それでは続いて、南口へ行ってみましょう。駅前は再開発が進み、だいぶさっぱりしています。マンションの建築も、進んでいるみたいですね。こちらのビルには、昔懐かしい、シャノアールの跡地がありました。調べたところ、長年地元で愛されていたお店みたいです。かなり古いビルのようですが、テナント募集もしてますし、このまま残るんですかね。再開発が進む一方、老舗の飲食店も、ちゃんと残っています。それがこちら。定食、富士。昭和の香りが漂う、定食屋さん。定食類は、680円からと、お手頃価格。また、ラーメンは480円、カレーは600円、チャーハンは600円と、コスパの良いメニューを、数多く取り揃えています。お酒やおつまみも豊富なので、夜飲むのにもぴったり。長年地元で愛されている、人気店です。それではいよいよ、豊田の観光スポットへ行ってみましょう。駅から徒歩13分。閑静な住宅街に佇む、こちらのお寺。善照寺。350年以上の歴史を誇る、由緒正しいお寺。日野市で唯一の、法華宗のお寺で、開山は、江戸時代の1645年。現在は、立派な本堂が建っていますが、以前は、かやぶき屋根の建物でした。ただ、現在でも、内部の柱や梁は、昔のものをそのまま使用しています。敷地は、約690坪もあり、明治12年から、昭和17年までは、現在の豊田小学校の前身である、豊田学校がありました。そんな、歴史あるお寺に、町のシンボルとなっている、大仏があるそうなのですが。いやなんかこっち覗いとるー。あちらが噂の、日野大仏。早速、近くまで行ってみましょう。敷地内の奥へ進むと、階段の上に、その姿がありました。おーおー、なかなか立派ですねー。なんでも、開創350年を記念して、1995年に建立されたんだとか。拝観料無料なのも、嬉しいポイントです。近くで見ると、こんな感じ。おーおー、すごい迫力ですねー。高さは約5メートルで、重さは約8トンもあるとのこと。まだ行かれたことのない方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。それではいよいよ、視聴者さんおすすめ、美食四天王、4店舗を紹介します。皆さんはいくつ、ご存知でしょうか？では行ってみましょう。最初の四天王は、駅から徒歩8分。Google の口コミ数が、150件を超える、こちらのお店。ピッコロ、レガーロ。おしゃれなイタリアンレストラン。看板商品のペペロンチーノは、ニンニク好きにはたまらない一品。創業当時からの人気メニューとなっています。豪華なコース料理はもちろん、1500円からのランチメニューも用意。20年以上地元で愛されている人気店です。ピッコロレガーロさんと同じ並びに、これまたおしゃれなレストランがあります。それがこちら。ル・ミエル。人気のフランス料理店。国産和牛を1週間かけて仕込んだ和牛ほほ肉の赤ワイン煮込みをはじめ、乙女牛とフォアグラのロッシーニスタイルなど手の込んだメニューが豊富。ワインも20種類以上の銘柄を取り揃えています。店内は上品で落ち着いた雰囲気。記念日や特別な日の利用にぴったりのお店です。お次は、駅から徒歩11分。閑静な住宅街の中に佇む、こちらのお店。後楽園。地元で有名な、高級焼肉店。
こだわりのお肉は、切り置きをしないで、注文を受けてから切るスタイル。そのため、ジューシーで臭みのない、美味しいお肉をいただくことができます。カルビにロースなど、肉質が良く、どれも絶品とのこと。Google の口コミが、130件を超える、人気店です。最後の四天王は、駅から徒歩12分。やや遠いですが、Google の口コミ数は、驚異の720件超えの、超人気店。うなぎ、藤田。日野市を代表する、うなぎの名店。静岡県、浜松のうなぎに、50年以上継ぎ足しの、秘伝タレを使用。うな重や、蒲焼きはもちろん、うなぎを巻いた卵焼きや、うなぎときゅうりの酢の物など、いろんなメニューを取り揃えています。よく混雑しており、撮影日は平日でしたが、外に人が並ぶ人気っぷり。こりゃあ、地元民自慢の人気飲食店ですね。いやあ、ショッピングにグルメと、いろいろ充実していましたね。近いうちに、日野駅も取り上げる予定ですので、よかったらまた見に来てください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。